客室。名探偵は動けない。一。なるほど。それではこちらに来ていないですね。失礼いたしました。うん、ご苦労様。このシルエットはサードかな。念のため施錠はしっかりと。では。ふう、もういいよ。助かったぜ。間一髪でしたね。ルパンの代わりに捕まっちゃうところでしたよ。ありがとう。小林だよ、お姉さん。しかし驚いたな。君もこの船に乗っていたんだ。うん、え、じゃなくて、先生のお供だよね。え、なんだろうね。先生？うん、知らないかな。結構有名な人なんだよ。明智小次郎っていう探偵なんだ。探偵ね。おう、とりあえずちょっとしたもんだよ。あれ、知らないか。そういえば、もちろん連中が言ってたな。新聞にも載ってたって。確か、ルパンを捕らえるために、長谷さんしたって。え、じゃあ。ベニマール警部に追われているところを見ると、お兄さんたちと僕は敵同士みたいだね。あ、やば。やばい。ありがてえ。それに僕らの目的は、あくまでルパンなんだ。悪いけど、お兄さんたちは眼中にない。はっきり言うとそれはそれで複雑な気分ね。お前ルパンがいなくなったらこの世界が滅ぶかもしれないって分かってるのか？ああ、知ってるよ。じゃあなんで？僕としてはお兄さんたちがそのことを知ってる方が驚きだよ。一体何が目的なんだよ。ルパンを殺させない。それが私たちの目的よ。このままじゃこの世を、いえ、世界の危機なんだから。よく分からない人たちだね。てめえらこそ一体何を企んでやがる？ま、いろいろ事情があるんだよ。僕らだってこのままでいいなんて思ってない。うんうん。さあね、でも多分今夜現れるパーティーでだろうね。パーティーなんてあるんですか？狙われているっていうのに。むしろ狙われているからだよ。逃げ惑って客室に閉じこもったりしたら、それこそ、保険に関わる。くだらないよね。なるほどな。メンツとかっていうのがあるのかな。ところで小林さん？小林でいいよ。え、小林さん。おいおい。苦手なタイプだからか。どちらにいらっしゃるんですか？確かに。一言挨拶くらいはしておきたいよね。ごめん、それ無理。声が可愛い。どうして？船酔い起こしちゃって出航する前から隣の部屋でボタン級。こういう欠点があるところがまた魅力だったりするんじゃないか？ともかくそういうことなら、ここにも長居できないよね。私たちは別のところで夜待つわ。行こう、みんな。行こう。俺らはひっそりとしてるよ。ミニ探偵は動けないに、船酔いでか。また一つ、永遠の愛が生まれたわ。もうすぐパーティーの時間か。ついにこの時は来たんだな。我が一族の誇りにかけて。おお、かわいい。そろそろ時間ね。なんかみんなが準備を始めたって感じか。鬼が出るか蛇が出るかどちらでも構わないわ。すべてを支配するのはこの私なのだから。いいんじゃねえか。なに、こんだけでかい船だ。客もかなりのもんだろ。うまく紛れ込めるさ。なんかでも変に目立ったぞこいつら。大丈夫か。ごちそうとか、食いしん坊キャラが定着しきってるな。お腹減った。行きましょうか。ダンスホールに向かっていくんだね。ダンスホール。狂乱の宴1。ざわ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 。船でざわざわ行ったら、カイジが。ガヤ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 、次ガヤガヤ。すごい人数だね。おかげで警戒されず入り込めたけど。うんうんうん。カースカリオストロはまだ現れていないですね。ルパンはこんだけ人がいる中でどうやって盗み出そうってんだ。みんなあれを見て。何？なんだろう。今にもローストビーフが切られようとしている。切れてるぞ、三人とも。まだルパンもカオスカリオストラも現れないみたいです。腹が減って戦もできないでしょ。そうだけどよ。
でもそうだね、先に春ぐすりはしてもいいかも。そうそう、そうくなくっちゃ。お、皆様ご注目ください。本日のパーティーの主賓者、カリオスドロ伯爵夫人様です。レイナ切れてる。今宵は私のパーティーにお集まりいただき感謝いたしますわ。あれがカオスカリオストロ。ん？どうしたのレイナ。何かしら、何か妙な変な雰囲気がする。カオステラじゃない。うん、間違いなくカオステラよ。でも何この感じ、こんなカオステラの気配は初めてだわ。なんだろうね。皆様ご存知の通り、今宵この場にかの大悪党アルセーヌ・ルパンが私の宝を奪いに現れると予告しました。私は逃げも隠れもいたしません。目当ての方、どの手のエイチは我が胸に。どうした、怪盗紳士などと大層な名乗りを上げるこそどるよ。おじけづいたか。挑発してる。おいおい。でもさすがにこんなところじゃ盗むどころか近づくことも。お、来た。何？ごめん。え、何、どこにいるの？誰が行ったのよ。あれはまさか。なくなってる。え？お前、晩年モブだったのに。モブのお前がまさか、ついに、日の目を見るときが。チャキーン、ルパンでした。華麗に参上。すげえ、いつの間に。おぉ。アニマルさんが来た通りですね。なんて見事な変装。何この妙な気配。ルパン早く逃げろ。おのれルパン。予告は果たさせてもらった。では失礼。消えた。なんという、なんていうことを。なんか案外すぐに、取られちゃったね。なんか最後の方でさ、こいつは戦うのかなと思ったけど。この人混みでは追いかけることもできまい。なんて、ね。まさか。何？ああ、それでヴィランか。くるくるくる。寝起きのヴィランは機嫌が悪いぞ。いつからでしょうね。あら、あそこにも。うわぁ、しらじらしい。うわぁ、ルパンが。おほほほ。餌に釣られてか。なんだこれ、どこから現れた。現れたんじゃないわ。最初からいたのよ。いたってどこにだよ。あそこよ。またこの子たちはヴィランに。ああ。パーティーの参加者が次々とヴィランに変わっていく。カワス・カリオストロが変えているのよ。パーティーはこのためだったのよ。なるほどな。うわあ、タイルパンの罠にするために乗せていったってことですか？誰が？えぐいな。お、おのれ。これは助けてあげた方がいいんじゃないか？どうしたの、怪盗紳士。四方八方を囲まれたぐらいでお手上げ。華麗さ、かけらもないわね。黙れ、黙れ。まずい、このままじゃルパンが生きてたことにも驚きだけどな。また一つ永遠の愛が生まれたわ。狂乱の影に、くるるん。くそ、誰が。数が多すぎるぜ。言ってる場合じゃないですよ。このままじゃまたルパン様が殺されちゃいます。やばいな。いや、もっとかしら。さっきまでローストビーフとか言ってたやつが。何、ルパン以外にやるがっているものがいる。何者かしら。まあいいわ、全員まとめて始末すればいい。ここまでだというのか。なんか弱気だな、ルパンが。くるる。なんか盗んだ時はめっちゃ強気だったのに。FR、そしてミシェルに争う。こんなところでまだ何もできていないのよ。死になさい。くらー。おっと、そうはいかねえ。来たか。お、タオか。明智かと思ったわ。おぉ、沈みます。お、レイナも。君たちは、うん。大丈夫？ルパンさん？いや、大丈夫。気を失ってるだけだ。でもなんだ、この感じ。きっ
界の力を使う連中ね、一体何を、私たちは、まあいいわ、興味ないし、聞いといて、言わせろよ、ちょー興味ないから一緒にしてなさい。OK。おお、強いの来たか。ち、随分なデカボツが現れなかった。ぶっ飛ばしていきますよ。中ボスってことですね。わかってるな。勝てるかしら。いっそう。やっと終わった。おほ、あれを倒すとは、なかなかやるわね。私の長き生涯でも10死に入るわ。おっと。本当はいくつなんだ？無礼な子、小僧ね。レディに年齢聞くのはデリカシーに欠ける行為よ。小僧？パオも小僧に見えるとは。結構歳なんじゃない？100歳から先は数えるのめんどくさんだから、よく覚えてないわ。100？ エイダみたいな。130年前に、王妃マリー・アントワネット様とお会いしたこともあるわ。すごいな。あなたまるで自分も会ったことのあるような口ぶりね。説明するのがめんどくさいな、これ。今日は乗った。私自ら相手をしてあげる。楽しませなさい。マジかよ。マジか。かといって逃がしてくれる相手とも思えないし。ふふ。どうした？明かりが消えた？これはどういうこと？悪くないです。逃げるか？ルパンお願い。わかった。おう、どういうこと？いきなり照明がつるなんて。誰か他に協力者がいる。サード君かな。ということで逃げましょう。倉庫ですね。倉庫。ルパンズサード。来たか。聞いたことあるぞ、これ。歌で。ふう、なんとか逃げ切れたわね。ちょうどいいタイミングで明かりが消えてくれてよかったぜ。ちょうど良すぎないか？そうそうそう。誰かが助けてくれたのかな？考えるの後よ。とにかくルパンの手当てをしてあげて。うん。うん。よいしょっと。って、え？え？なんだろうね。いなくなってるとか？腕が取れたー。マジか。怖い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 。スポンって引っこ抜けたんだよ。すぐに処置すればくっつくかもしれねえ。落ち着いてないぞタオが。足が抜けた。やってくれますね。やりやがったかこいつら。ついに早く手当てを。ってわー。お前ら全員。やんなきゃ気が済まないのかな。やば。ちょっと待って、変わって取れるものなの。義手。機械の腕だ。なるほどな。こっちの足もだぜ。バネ仕掛けのカラクリだ。ロボットっていうか、操り人形みたいな。どういうことかしら。あら。くっそ強えんだが。運命は我らをふさわしい場所へと。ルパンザサード。むにゃむにゃむにゃ。ん？あれ？ここどこ？サードくん。プロヴァンス号の倉庫よ。あれ？お姉さん？あれ？しくじったか。僕としたことが。説明してもらおうか。ちょっと待って。怒ってる。ごめんごめん。お兄さんたちまで騙す気はなかったんだ。ただこっちにも事情があってさ。どういうことかしら。うんうん。そうだね。うん。まずは自己紹介からかな。僕は小林少年じゃない。名探偵明智小五郎の助手じゃない。じゃあ誰なんです？とっくに名乗ったじゃん。ルパンだよ。おー、ルパンだったか、サード君。ルパン、待って。じゃあ予告状出したの君ってこと？そう。偽ルパンってことですか？え、僕は本物さ。ただ、アルセーヌじゃなくて、その孫さ。あ、孫がいるくらいの年って言ってたしな。かわいい。孫ーつって。
あ、でもガニマールさん言ってましたね。ルパン孫がいてもおかしくない年だったって。おじいちゃんがカリオストロに殺されたのは50歳の時、その息子、僕のお父さんは25歳だったらしいね。なるほど。そういうこと。そのルパンの孫はなんでこんなことを？あれ？それ聞く？聞いちゃう？決まってるじゃん。竹内だよ。あの女、カリオストロ伯爵夫人はおじいちゃんをそれだけじゃない。僕のお父さんも殺したんだ。そんな。そうだったのか。三代目のルパンで、ルパンザサードね。おばあちゃんは若くして死んだ。お母さんは僕を産んですぐに死んじゃったらしい。そ、誰が。天涯孤独かよ。だから僕はみんなの分までルパンの役割を果たさなきゃいけないんだ。ルパンがカリオストロ伯爵夫人に勝利して幕を閉じる。でもそれが果たされていない。そのせいでこの世界はおかしくなった。人間が化け物に変わってしまう絶望の世界になってしまった。それは何とかできるのはルパンだけなんだ。ルパンの名を持つ者がその役割を完遂するしかないんだ。弱められた運命の書のあらすじを元に戻せば、きっと世界は元に戻る。使命感が、そういうことだったの。そのためにおじいちゃんとお父さんが死んだ6年前からずっと準備してきたんだ。7歳か6歳の時だね。その時からずっと。うわぁ、お前苦労してきたんだな。それだけ準備してきたのに全部無駄になっちゃったな。ああ、これのことか。昔ロンドンにバネ足ジャックってバネ仕掛けの足で暴れた悪漢がいたって聞いてね。それを参考に作ったの。悪くないです。取れちゃったよ。結構複雑な仕組みですよこれ。それでも全部無駄になっちゃったけどね。こちらの想定も想像も全て上回る怪物だったよ、あの女。相手がカオステラーじゃ、いくらルパンの孫でも歯が立たなくて当然よ。カオステラー？くそ、ここまでなのか。かわいいな。そんなことはない。お。任せて。火がついたか。僕らはそのカオステラーにいがめられた倉庫を元に戻す旅をしているんだ。そういうこと。だからこっからが本番よ。お兄さんお姉さん。私はレイナ、調律の巫女よ。なるほど。君の名前は？小林じゃねえんだろ。僕の本名はクラリスっていうの。またサードじゃない名前が。クラリスですか。どっかで聞いたことがあるよ、ね。僕のことはサードって呼んでよ。おお、おばあちゃんの名前もらったの。でもそうだな、僕のことはサードって呼んでよ。サード。おじいちゃんのアルセーヌがファースト、お父さんがセカンド。だから僕はサードなんだ。ルパンザサードってね。よろしくね、サード。マジかよ。お、ここ、これですよ。女？サードくんは女だったの。今さら？いや、これはね、どっちか分かんなかったよ、俺は。女なんだ。わかりました。覚えておきます。サードくんは女の子です。反撃開始。ここは、船内の見取り図だよ。こんなもんまで用意しやがったのか。周到な準備は回答の基本だよ。準備は万端だったのか。カオス・カリオストロがいるのはこの3階客室になるのかな。うん。あいつはそのフロア全部を自分の部屋にしているんだ。豪勢なもんですね。なるほど。ポイントが。2階階段中央ロビー、そして3階階段か。カオス・カリオストロはその3箇所を重点的に固めているよ。問題はそこにたどり着くまでね。おいおい。どうするよ、お嬢。どうやってカオス・カリオストロのところに攻め込む？これは、俺の予想ね。ガニマールが助けてくれる。どうだろうね。どうなるんでしょう。それが一番ね、時間が経てば向こうの警備を固めちゃうでしょうし。ちょっと待て。の声って書いてあるよ。なるほど、その通りですね。鋭いじゃないですか、シーンさん。何か言ったっけ？
言ったじゃない。何ぼーっとしてるのよ。ここはのっぱらや普通の建物じゃなくて船の中なんです。狭い通路や行き止まりに追い込まれれば。なるほど。すぐに挟み道になっちまうな。よっ。ここは一旦ばらけるってのはどうだ？タオの声。危なくないかな？いえ、ありですよ。お腹空いてきちゃったね。レイナ。船内は小さな通路がいくつもありますからね。単独の方が動きやすいですし、隠れやすいです。それに。レイナ。ね。あ、消えた。おお。冴えてますね。え、まあね、お前。あっちの数が多いとはいえ、それにも限りはある。分散すればその分、向こうさんの兵力を無駄遣いさせられるな。ガクグ大丈夫？喉に詰まったか？やっぱり。こっそり食べるから。どうした、サード？いや、なんだろう。なんか匂うな。ビスケットの匂いか？5人バラバラに。いや、サード。君は誰かと一緒にいる方がいいね。僕は君と一緒に行くよ。いやー、当たりですね。主人公当たり。人畜無害っぽいから、二人きりでも安心だよ。サードくん。じゃあ、4手に分かれて敵を散乱させつつ、最終号。最初のゴール地点は、この2階階段よ。行きましょう。反撃開始2。なんでね、行きましょう。青汁先輩、あたいもあの子みたいになれたらな。はい、ということでどうなっていくんでしょう。こうやっていきたいと思います。